沖縄、メンソーレ沖縄、ハイサイグスヨチューガナビラ、イーショーワチアイビン、沖縄は、もう年末から連日いい天気、ポカポカ陽気が続いて、今日1月4日、ちょっと今日の天気はね、曇り空なんですけれども、それでも暖かい正月、久しぶりじゃないかなと、こんなにいい天気がついた年末年始、久しぶりじゃないかなと思います。さて、今日か、今年はですね、いろんな目標、本年は本年で本年で投稿したいなと、やりたいことをやっておこうと、発信しようと思うんですけどね、四元三振、この前紹介しました。四元三振を始めて、自分で前回も言いましたけども、三元が三次元っていうんであれば、四元は四次元のなんか、うまく表現できないんですけど、音の広がりっていうか、三元ではできなかったことができるということを日々練習していてですね、感じることがあります。それで三元をやって三振で感じたこと。本調子に合わせて、本調子なのに三下げの曲が弾ける。今のは三下げ、タンチャメ弾きました。あと今練習、タンチャメもう練習し始めたばっかりなんですが、あとカナヨ。かなようにハマってるんですが、それはどうしてかっていうと、本調子を聞きながら、三下げとかですね、利上げの曲を四弦でできるので、それを パフォーマンスできたらいいな、チューニングを変えずにできたらいいなとずっと思ってたんですが、実は新たな発見、今本調子です。さっきは、三下げでした。本調子なのに短茶目三下げの曲、今本調子です。本調子なのに、短茶目、短茶目の浜にそろろ我が行き天の平、そろろ我が行き天の平、リアンはソイソイ、リアンはソイソイ。こんな感じで弾けるだけで新しい発見、知らなかったんですよね。これは三下げ、本当に気づきませんでした、誰も教えてくれなかったので、四弦三振をいろんないじっていたら、あ、四弦三振ので三振ではできないことが四弦三振では弾けるんですけど、待てよ、三振でもできること、こんなことを本当に知らなかったんですごく嬉しいです。でも古典の先生に聞いたら、知ってましたね、チンダメをもういきなり本調子から三下げに弾けないときに、こんな感じで、音はやっぱりちょっとなんかあまりいい音ではないんですけど、やっぱりこっちの方がいいですよね。新たな発見、本調子なのに三下げが弾ける、その要はイメージでいくと2弦で弾ける曲って、私が知ってるのは今のとこ短茶目かなよ、あとまだにもある、まだまだあるみたいなんで、その2弦で弾ける、三下げの曲、そういうのが
練習したら本調子弾いたり三下げ弾いたり、こんな楽しい三振の新たな弾き方ができるということが分かっただけで今年の最大の発見です。そして今年の最大の今年の発見というか言うと、なんか今年よく流歌が浮かぶんですよね。祝い節の歌詞の中に入り見りばなんじゃ新薬がにっていうのが、あるんですけど、それを歌ってると今あの単茶あ祝い節の早弾きを練習してるんですけどね、枝のことを枝と言います。枝みりばなんじゃ銀、新みりばくがに金、さかちみしやびら三振の花そんなことをちょっと、昨日浮かんだんでね、枝見て枝が銀に見えて、そして芯見たら金に見えて、その木から三振の花を三振を作って、三振の花を咲かせたいそんなあのもっと深い意味が私的にはあるんですけど、そんなことを浮かんだ、正月でした。それを歌詞に載せると、いりみりばなんじゃしんみりばくわにさかちみしやびら三振の花。いだみりばなんじゃしんみりばくわにさかちみしやびら三振の花。まあこんな感じで、なんか流歌が386にはちゃんと当てはまってないんですけど、そのなんか今年は流歌がよく浮かぶなと思います。そんなことで沖縄ユンタ構想、あと、今オリジナルの、三振、昨日は打電三振、鳳、龍、龍の打電の三振ですね、全ての運気をアップするという龍の三振を紹介しました。また動画とか動画でも紹介したいなと思うんですけどね、そういう今まで、ありそうで広まってなかったこと、私が気づかなかったこと、教えられたことをまた三振三昧、の動画として投稿したいと思います。今日は本当に今日の沖縄は無風状態、風が本当にないです。すごくエネルギーを感じます。また野菜、風邪ひかないで三振をいきましょう。私は年末年始風邪をひいてました。前回の動画鼻声でしたけどね、鼻をうがいをしたらちょっと咳も止まって熱も出ずに良かったです。また野菜。